皆さんこんばんは、さちねです。今日はですね、私のおすすめする、英語のツールとアプリの方をいくつか紹介させていただきたいと思います。まずですね、一応職業的には通訳とか翻訳の仕事をしていますので、電子辞書が必ず必要になるということなんですけども、今年の初めぐらいにですね、買った、カシオの EX、ワード、のですね、データプラス10というのをですね、買いまして、ですね、あまり綺麗じゃないんですけども、はい、こういう感じで、プロ仕様ということで、コンテンツがですね、200コンテンツも入っていて、結構ですね、普通の電子辞書に入っているのは、ベーシックで入っているんですけども、広辞苑とかですね、英語辞典とか英辞典も入っているんですけども、あとそれに専門用語ですね、いろいろ科学分野とか生物分野とか業界というか産業的なものであるとか医療とかですね、そういう専門用語なんかも入っていて、あとはですね、ブリタニカとか、あと日本国憲法なんかもですね、入っています。それ以外に、イングリッシュトレーニングジムというですね、項目もあって、ボキャブラの、キクタンですかね、トイック用のキクタンだったり、あと、英会話トレーニングとか、トイックの、模試みたいなのもいくつか入ってました。あと、トラベル英語ということで、何カ国だったか16カ国ぐらいですねの、言語が入っていて、音声も出るので、これを旅行に持って行って、ピッと、必要なところを押せばそのまま、スペイン語だったり中国語とかロシア語とか他の、言語にもですね、対応していると、いうことで非常に、便利ですね。で、私が一番いいなと思ったのはですね、よく日本、英語ガイドの方とかもよく使っていると思うんですけども、なんていうんだったかな、ですね、そう、日本その姿と心というですね、日本の事象だったりとか、事象というか地理とか、概要とかですね、あと文化とかそういった政治とか経済とか、そういう項目でいろいろ英語でですね、紹介しているのがあるんですけども、非常にこれは良かったですね。時々時間のある時に見たりしてるんですけども、あとね、面白いのがスピーチ例文、冠婚葬祭用のですねスピーチの例文があったりとか、あと方言集とかですね、そういうのもあって、あと医学大辞典みたいなのも入っていて、結構これで遊べるというか、いろいろですね、検索したりとかして楽しむことができます。はい、なので、一つ難点は、これ電池式なので充電式じゃないので、ちょっと結構汚れてますね電池式なのですぐ開けっぱなしにしながらこうやって作業するとすぐ電池が切れてしまうという難点もあるんですけれども、でも持ち運びにもちょうどいいぐらいのサイズですし、海外とかに持って行っても全然大丈夫ですし、いいんじゃないかなと思いますので、おすすめ、ですね。はい、カシオの EX ワードデータプラス10ということで、いいお値段はしますけどね、4万近くしましたけれども、中古とかでも売ってると思いますので、ちょっと4万は出せないなっていうのであれば、中古なんかもですね売ってますので、そちらの方で、試してみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、でこれがツールなんですけど、いろいろツールはあると思うんですけれども、私がおすすめしたいのはこの電子、辞書ということで、で次にアプリなんですけども、前の動画とかでも、ご紹介しているアプリ、もちょっと含まれていると思うんですけども、 NPR ニュースですね、ナショナルパブリックラディオっていうアメリカの
ニュースなんですけども、これはまあ大体一つのトピックが3分から5分ぐらいですかね。なので、まあ、時間がある時にちょっとこう聞くっていうには非常にいいですね。で、中身がすごいギュッて詰まってて、あの濃いっていうか、まあ、バーッと速いスピードで喋るニュースなんで、そういうスピードで喋るので、まあ、リスニング的にはいいんじゃないかなと、思います。はい。あとですね、まあ、少しそれより時間が余裕があるよ、15分とか、まあ、20分ぐらいあるよっていう方はですね、TED というですね、 TED、という、まあ、なんていう略だったかな、テクノロジーエンターテインメントデザインっていう、まあ、会社がやっているその、プレゼンテーションの場を提供するということで、いろんな、まあ、人種の方の英語が聞けるということと、結構技術的な、例えば AI とかですね、そういう技術的な部門だったり、デザインの部門、設計の部門だったりとかですね、そういうことを普段自分とはこう、まあ、私にとってはですね、普段自分とは関わりのない、すごいカラスの大群が今通ってますけど、うるさい、聞こえましたか。そう、自分にはそのあんまりこう関係のない分野の、こう知識が得られるということで、まあ、字幕とかも、日本語で入ってたりする場合があるので、非常に興味深いですね。時間があるときは TED を結構聞いています。はい。であとですね、おすすめしたいのが NHK の、 ラジオ講座の、実践ビジネス英語ですね。本当に会社のこう会社で頻繁にこう話されるようなトピックとかですね、あとは、まあ、最新 の、 その新しい造語だったり、新しくできた言葉だったり単語だったり、それとかあとイディオムとかもすごいたくさん出てくるので、ちょっと行き詰まって、勉強に行き詰まったりとか、新しい単語を覚えたいなって思う方はこれ結構おすすめです。で、週に3回やっていて、その3回分がこう毎週土曜日だったかな、金曜日か土曜日か、週末にこうアップデートされるんですけども、で、それをこう、やっぱり1回のセッションが、セッションというか1回の番組が、15分ずつなんで、まあ、15分なくても、まあ、途中でまで聞いて、でその後また残りの、時間こう聞くっていうような感じで、まあ、時間がある時に聞けるということで、で、テキストも出てるので380円とか400円ぐらいでしたかね、 NHK のテキスト出てますので、ちゃんと文面読まれたいっていう方はそれを買って、毎月ですね、で買って勉強するのもいいんじゃないかなと思います。はい。であとですね、まあ、BBC のアプリなんかもあって、 BBC はですね、結構テレビみたいな感じで YouTube で出てくるので、 YouTube スタイルで出てくるので、ちょっとこう間があったりとか、画像でこう楽しむっていう感じなんで、まあそういうのが好きな方は BBC もおすすめですね。はい。で、あとですね、最近YouTube で知ったのが VoiceTube って言って、まあ、いろんな初級、中級、上級の、なんかあって、それにこう見合うような、まあ、英会話だったりとか、あとニュースだったりとか、あと、BBC が、これで BBC が出してるそのイングリッシュボキャブラリーかな、イングリッシュクラスみたいな、そういうのを出しているので、それは結構ショートにまとまってて、2、3分ぐらいなので、すごくためになりますね。まあ、新しい単語が出てきたりとかですね、言い回しが出てきたりとかして、すごく楽しめると思いますので、あとはそのアニメーション関係とか映画関係の、トピックなんかも出てくるので、非常にバラエティに富んでて、このボイスチューブっていうのは本当におすすめですね。はい。自分の好みとかその、レベルによってその番組を
チョイスできるので結構面白いです。で、そこそれのいい部分っていうのは、あの英文と、まあ、これは確か中級か初級だけだったんですけど、日本語も訳も一緒にこうダーって出てくるんですね、その、発言している同じタイミングで。なので結構何って言った今の単語っていうので調べたいときはこうズズってこう、何ですか、前に遡って見れるので非常にいいですね。はい、これもおすすめです。はい、あと一つ、あの最近ダウンロードしたんですけども、 AFN の、 あの、米軍基地向けの、 あのラジオなんですけれども、昔はですね、確か1997年にこの名前が変わったんですが、 FEN っていうですね、 AM でラジオでですね、あの聞けるFEN ニュースっていうのがですね、あったんですけども、その、番組の名前が、変わって AFN、American Forces Network ですかね、っていう名前で、昔はあの Far East Network って言って極東放送網っていうんですか、という名前だったんですけども、昔はあのそういうアプリとかなかったんで、携帯とかなかった時代の人なんで、あの必死にラジオ の、 そのチャンネルをこうチューニングというか合わせながら、もう途切れ途切れ の、 その音、ニュースとか英語ニュースとかですね、音楽とかを聞いていたのがすごく懐かしいんですけど、最近はもうすごく便利になって、こういうアプリがですねどんどんできて、非常にあのクリアな音声がですね、もう24時間ずっと聞けるので、これはあのおすすめですね。あの携帯でもずっとそれを聞きながら違うあの作業というか、あの調べ物をしたりとかですね、他のことをやれるので、あのずっとつけっぱに、 Wi-Fi とか持ってらっしゃる方はあのずっとつけっぱにしとくと、コマーシャルだったりとか、その、パワートークというそのトーク番組だったりとか、あともちろんあの ABC ニュースが入ってきたりとか、あとは何ですかね、まあ、天気予報だったりトラフィックニュースだったりとかですね、あと為替とかもあのチェックできるし、あの非常にあの元々がその海外に、生活する軍人の、人たちとか、あとその家族のためにまあ、発信されている、まあ、ラジオ番組ということでですね、非常にあのバラエティに富んでて充実した、番組になっているので、まあ、あのアメリカ英語をですね覚えたいという方にとってはもう非常にあのいいアプリになっているので、どうぞダウンロードしてですね、いろいろ、もう聞きっぱなし、もうずっと聞きっぱなしの、まあ、生活をするのもいいんじゃないかなと、思います。はい、今日はですね、まあ、いくつか、まあ、6つぐらいの、ですね、そのアプリと、あとまあ電子辞書のですねご紹介をしましたけれども、またあの今後何かいいあのアプリとかそういったものが出てきたら、ご紹介したいと思いますので、皆さんも、英語勉強頑張ってください。特にトイックですね、900点目指して頑張りましょう。私もまだ、怖くてですね、あのトイックの試験結果来たんですけども、ちょっと見てなくてこの後見ようと思います。はい、じゃあ皆さん、頑張って勉強してください。ではさよなら、またお会いしましょう。